はい、こんにちは。塾講師の目黒です。この動画は2022年麻布中学校入試問題理科の四角三の解説動画です。分野は天体です。問題のリンクは概要欄に貼ってあります。はい、それでは早速解説始めていきます。東京で南の空にこの月が見えた時、太陽はどこにありますかっていう問題。まあ、引っ掛けを疑ってしまうくらい簡単ですよね。もちろん答えは、か。ちなみに、この月の形、名前大丈夫ですかね。これは上弦の月ね。上弦の月。南の空に上弦の月が見えたってことは、太陽は西側にあるんだからね。だから、かと。はい、次に問い2。問い2は、ここが地球、ここが地球で、この周りの円が月の通り道。で、太陽がこっち。こっちにあるとき、月が最も膨らんだ形をしてるとき、地球から見て、太陽と月の位置関係は何度ですかっていう問題。これも、まあサービス問題だよね。もうちょっと簡単すぎて、引っ掛けを疑ってしまうくらいの問題だと思います。まあもちろん答えは180度ね。はい、次に問い3。問い3は、この図3を見て、今これ図3は地球と太陽と金星の位置関係を表した図。なんだけど、金星が X の位置と Y の位置にある時の金星の形はこの A から E のどれですかっていう問題。まず X から考えるんだけど、今さ、この三角形を考えた時に、これ問題文の条件に書いてあるんだけど、ここが90度なんだって。で、今この金星、わかりやすくするために、ここに大きく書きます。今、太陽の光が当たってるのって、この部分だよね。で、地球から見た時は、見えてるのはここ。なんだから、ちょうど半分。ちょうど半分が光って見えてるこの C が X の正解になります。じゃあ続いて Y の位置にあるとき金星はどう見えるかっていうと、まずその話をする前に、金星ってさ、遠くにあればあるほど小さくなるけど満ちて見えて、近くにあればあるほど大きいけど欠けて見えるんだよね。だからおそらく Y の答えって D か E になることは予想つくよね。で、それを踏まえて考えると、今度はこの三角形を考えます。で、これ問題文の条件からここがね90度らしい。で、またこの金星をね、こう大きく描くと、今度はこう太陽から見て照らされてるのがここでしょ。で、地球から見た時大体このくらいかな。そしたらさ、うん、大体ここ、まあここが地球から見えてちょうどこのくらい光って見えてると。で、さっきの選択肢見ると、まあ、これね E ってさ、もうほぼ満ちてるよね。そう、金星が完全に満ちることはないんだけど、さっきの E みたいにほぼ満ちるのってこのあたりだよね。 Y の場所だとまだほぼ満ちまでは行ってないと。だからまあこれはちょっとずるい考え方かもしれないんだけど、
ここで Y に当てはまるのは D。 D が正解と。次、問い4ね。そう、これね、問題文すごく面白いこと書いてあるから、まあ、これをね、入試の50分間で急いでみるのはね、この年の受験生はちょっとかわいそう。もし2023年以降の受験生がこの問題見るとしたら、ちょっとね、ゆっくりじっくり読んでほしい。すごくね、面白いこと書いてある。そう、問い4の問題を要約すると、今のさ、我々現代人は太陽の周りを地球と金星が公転してるってことはもう知ってるじゃん。でもね、昔の人はそれを知らなかったから、いろんな観測をして、あ、太陽の周りを地球と金星が回転してるんだ、公転してるんだってことを発見したわけよ。でね、その時に昔の人もこの条件1、条件2は知ってたらしい。けど、この条件1、条件2だけだと、まだ太陽の周りを地球と金星が公転してるってことは結論付けられなかったらしい。じゃあその時、このあ、い、う、えのうちどのパターンがあり得るかっていう問題でね、分かりやすいのはまず条件2かな。条件2、このあ、い、う、えの中で金星の大きさが変わるものってあと、いいだけなんだよ。うと、えを見るとさ、金星が地球の周りを回ってるじゃん。で、これだと大きさは変化しないんだよね。だから、うと、えは選択肢から外れると。次に、じゃあこの、あと、い。日の出と日の入りにしか金星が見えないのはどっちですかっていう問題。まず、あを見ると、今地球をね、大きくした。この赤いやつが地球、赤い丸が地球。じゃあ今ここに人がいるとしよう。ここに人がいるとき、お昼っていうのは太陽がここ真上に来たとき、ここだよね。じゃあお昼に金星は見えますかっていう話。見えるよね、全然見えるよね。もしこの辺に金星が来たら、この人が見えるもんね。お昼に金星が見えるから、だから、あは違うと。まあ、これ、消去法で消去法で答えはいなんだけど、また、わかりやすくするために、地球を大きく書いて、じゃあまたこの辺に人がいるとしよう。でね、太陽がこの辺に来ちゃうと、金星ってこの図だと太陽の周りを回ってるから、太陽の方角に金星があって、新月と同じパターンで見えないわけよ。もし太陽がこの辺だから、日の出前だね、の時に、もしさ、金星がこの辺にあったら、青にするか、青、この辺金星にあったら、太陽よりも若干早く見えるから、見えるわけよ。うん。で、ぐるーっとこっちに回って、日の入りの時も同じ現象。そう。確かに、この条件1、条件2だけだと、いのパターンもあるんだよね。これ、面白いよね。すごく面白いと思う。いい問題。次、問い5。この図5は時間と金星木星の明るさの関係を表してるらしい。でね、金星が最も地球に近づくとき、明るさが暗くなってると。ここね、これ。月の満ち欠けで言うと、何と同じ位置関係ですかと。うん。そう、金星が一番近い時って、ちょうど太陽の
方向にあって見えないんだよね。だからまあこれは答えから言っちゃうと新月ね、新月。新月と同じ位置関係にあるから金星は一番近い時に、見えない。次、問6ね。会合周期の問題。この図5から地球と木星の会合周期を求めなさいっていう問題。で、ここにヒント書いてあって、地球から見た惑星は近づくと明るくなって、遠ざかると暗く見えると。ってことはよ。一番暗いところが一番離れてて、一番明るいところが一番近づいてるってことだよね。で、ここから、そう、会合周期は、こことここの間、もしくは、まあ、こことここの間、ってことが、わかると。でね、ここを数えると、これ、メモリがね、数えたら12個あるから。1年間。よって1メモリ1ヶ月。で、ここね、数え方慎重に数えないと間違えちゃうからね。まあじゃあ、ここをスタートラインとして、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 と。よって選択肢13が答え。で、いよいよ最後、問い7。この文章をね、要約すると、その木星の会合周期とかから、木星の公転周期。だから一周するのに何年かかるかとかっていうのを求める問題。まずこの地球の公転は12ヶ月で360度なので、1ヶ月で地球が動くのは、角度は、まあ、これは単純に、360を12で割った、30が答え。30度。で、次ね、い。これはまあね、答えから言っちゃうと、360度をさっきの木星の会合周期である13で割った 27.7 が答えなんだけど、なんでそうなるかっていうと、会合周期ってさ、地球と木星がまた同じライン上に来るまでにかかる時間じゃん。今一直線に並んでる地球と木星がまた一直線上に並ぶのに13ヶ月かかるんだって。で、この13ヶ月ってどういう意味なのかっていうと、そう、地球と木星のスピードって違うわけよ。で、1ヶ月経つと、まあ、何度かわかんないけど、何度かのズレが生じると。で、そのズレがちょうど360度になって、また揃うのに13ヶ月かかるんだって。じゃあそのズレは1ヶ月あたり何度ですかっていうのは、360を13で割った値がそうだよ。次、木星が1ヶ月に動く角度は何度ですかっていう問題で、いい ?1 ヶ月で、地球と木星は 27.7 度ずれるんだって。で、地球は30度1ヶ月で回る。ってことは、木星何度動いてるかっていうと、それって 2.3 度じゃん。ね。そう、木星ってね、すごいゆっくりだね。まあでもこれね、ゆっくりに思えるんだけど、地球よりも外側走ってるから、まあ、すごく速いんだよね。実際は。次、え。じゃあ、1ヶ月で 2.3 度動く木星が360度公転するには何ヶ月かかりますかっていうのは、もうこれは簡単で、360÷2.3。で、答えは、計算は省略するけど、157。で、157ヶ月って何年ですかと。まあ、この157を12で割ればいい。
で、すると答えは、13年っていうのが答えです。そう、地球と金星の関係とかって結構理科最後の方にあって、まあ、難しいと言われがちなんだけど、別にね、ちゃんと理解してればそんな難しいことなくて、今回の問題もね、天体の問題とかを暗記とかしないで、こうきちんと図とかで理解できてる子にとってはそんな難しい問題じゃないんじゃないかと思います。そう、さっきも言ったけど、本当に読み物としてはすごく面白い問題で、やっぱり麻布中学校いい問題出しますね。そう、これも、普段から天体とかに興味持って、昔の人はなんでどうやって太陽の周りを、地球とか、金星木星が公転してるんだろうって分かったんだろうって疑問に持ったりするといいかも。そういうことに興味持つことによって天体の理解も深まると思います。はい、じゃあ以上です。まだ何か腑に落ちないことがある人は質問してください。はい、じゃあさよなら。